こんにちは、整体肉肉さん伝えのゼロです。本日もどうもご覧いただきありがとうございます。今日も痛みは不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということでですね、今日はバネ指のメカニズム、バネ指になるですね、そういうメカニズム、なんでなるのかということについてお伝えしたいと思います。で、あなたのバネ指をですね、改善するためにも、改善するだけじゃなくて、そのバネ指にならないようにする。やっぱバネ指のあなたはですね、バネ指良くなったかなと思っても、また手を使うような仕事や、まあ、家事をしていると、またバネ指が出てくると思います。で、それがなかなか繰り返しか抜け出れないということになるわけなんですけども、それはその改善するだけじゃなくて、そのしっかりですね、そのメカニズムを知った上で、その、本当に元から、根本的にバネ指の原因を、なくしてですね、それで根本的にバネ指にならないようにするためにすることが大切になってきます。そのためには、そのバネ指になんでなるかっていうメカニズムですね、これを知ることがまず大事ですので、今日それをですね、知っていただければと思います。ではですね、そのバネ指になぜなるのかと言いますと、まずですね、なぜなるのかと言いますと、根本的な原因はですね、この肩甲骨、と、この肋骨の間が硬い。肩甲骨がよく動かないということになってきます。ではですね、どういうことかと言いますと、この肩甲骨、あなたの背中にも一個ずつ、右と左に肩甲骨があります。この肩甲骨というのは、この肋骨ですね、あばら骨の、この上にこう乗っかってます。で、この肩甲骨と肋骨の間ですね、ここが硬くなるとですね、この肩甲骨の動きがですね、本当はですね、この肩甲骨っていうのは、肋骨の上をですね、こうスライドするように、こう縦横無尽にですね、動くのが肩甲骨なんですけども、それが、この間が硬くなると肩甲骨は動かなくなります。で、動かないだけじゃなくて、これがですね、こうずれた状態で、本当はここにあるんですけども、バネ指になる人はですね、上、外方向にずれてしまってます。で、このずれた位置で動かなくなると、手に負担がかかって、手のこの指ですね。これはこういう風に見ていただいたらわかるように、手っていうのは、こういうところにですね、関節があります。こういうところに関節があります。で、この関節があるから指はこういう風に曲がるわけですけど、その関節がずれてくるんですね。この肩甲骨が動かない。このずれた状態で動かないことで、指に負担かかって指の関節がずれてきます。ずれてくると、指の筋肉が無理がかかりまして、で、肥大化してきます。で、その肥大化した、指の筋肉がですね、こういうところに靭帯があるんですけども、その靭帯のところで引っかかって、それで開こうと思ってもなかなか開けなくてバッとなったりとか、で、痛みが出たりとかですね、こう閉じようとしてもなかなか閉じれない。あるいは閉じようとすると痛みが出て、なかなかこう、曲げられないということになってくるわけなんですね。ではですね、それが、図を見ていただいたら分かると思いますので、こんな風になってます。これ指ですね。指の骨。骨はこんな風になってます。こんな感じで、ここに関節があります。これどこに関節があります。こんなところにも関節があるんですね。この手の本当に中の方にも関節があります。で、この関節のところで、靭帯があります。こんな感じです。このなんか包帯みたいにこんな感じで巻いてあるとかありますね。ここは全部靭帯です。靭帯がこういう指の関節を靭帯で保護しているわけです。で、この靭帯の中をよーくですね、これを見て、ちょっとぼやけますか、見えてる、ここになんか一本こう、靭帯をですね、取り外したところに、こういうふうな一本線が入ってます。これが指の筋肉、指をこう曲げたりする筋肉になります。で、この靭帯の中を通ってますので、この中にある筋肉ですね。この白色になってますけども、ちょっと硬くなってるんで白い色で書いてありますけど、これが硬くなること、これが使いすぎになることで、これが肥大化して、で、この包帯のこういう関節の部分で引っかかってくるわけです。で、そうすることでですね、こう曲げたりするときに、こう、この腱がですね、スーッと動いてこなきゃいけないんですけど、そこで引っかかってくるわけです。で、こう開くときもスーッとこの上方向にですね、スーッと動いてくるんですけど、それが引っかかるということによって、バネ指みたいにパンと開いてしまったり、あるいは開かなかったりとか、痛みが生じると。閉じるときも同じになるということなんですね。ですから根本的には、しっかりこの手
の関節のズレを整えることも大事ですし、その筋肉が、肥大、まあ、大きくなっちゃってて、それで疲労してるんで、その疲労も取る必要がありますし、でそれだけじゃなくて根本的にはなんでこの筋肉が疲労したり骨がずれてきたかっていうと、ここの肩甲骨っていう骨ですね、ここがしっかりとですね動かなくて、肋骨からこうスライドして動くのがスライドせずにですね固まってしまって動かなくなってくることでですね、まあクッキングって言うんですけども、こっちのこうギュッとする筋肉ですね、この二の腕からここ、それから手のひらのこっち側がですね、まあ緊張が抜けなくなります。で緊張が抜けなくなることで知らない間に疲労を起こして、それで引っかかるようになってくるということになりますので、しっかり肩甲骨が動けば、こういうクッキングっていう、こう伸ばす筋肉、曲げる筋肉と伸ばす筋肉があるんですけど、曲げる方がですね、すごく疲労を起こしてしまうので、肩甲骨がしっかり動けばですね、このクッキングというこういうところが緊張が抜けてですね、ちゃんと緩むようになりますので、そうすると手の緊張が抜けて、手が疲れなくなって、そして関節もずれなくなっていきますので、根本的にはそういうふうに肩甲骨がいかに肋骨の上をこう動くようになるかってことが大事ですので、ただ毛だけ見るんではなくて、そういった肩甲骨、ここから整えるようにしてみてください。ということでですね、今日はバネ指になるメカニズムですね、バネ指のメカニズムをお伝えしましたので、肩甲骨周りのエクササイズをしていただければいいなというふうに思いますので、次回ですね、肩甲骨のエクササイズをお届けしたいと思いますので、気になる方は下のところからチャンネル登録をしておいてください。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。